はい。ひとつき万撮、しみです。今日はですね、海外観客受け入れ正式中止と。オリンピックね。オリンピック。うん、はい。もう、これでインバウンド消滅と。 で、えー、これに関してですね、今日はちょっと海外はどういうふうに報じたのかっていうところをですね、はい、平田さんに調べてもらいました。平さんいつもありがとうございます。はい。まあ、それでですね、まあ、平田さんのね、うん、話の前にですね、私が見つけたニュースから、うん、あの、行きたいというふうに思うんですけど、まあ、東京オリンピックやるかやらないか、<laughs> い。ろいろですね、はい、揉めておりますが、うん、もうとっくにですね、世界からやめろと。 こ言われていてで,す、ね、でも言われてるけどねの。国外でもこう、国内でも世界からも言われている。うん,う,んうん。ね、えー。やるか、やらないかとかって言ってる場合にですね、世界からもうやめてくれという声がですね、多数。ということをまず最初に紹介しつつですね。うん えー、なかなかですね、素晴らしい、あの、あ、東京オリンピックなんてやるんだっけはははみたいなニュースがありまして、うん、えー、これがなかなかですね、サーバーに土下座しろという平田さんの名言が出た素晴らしいニュースでございまして、<laughs> これをちょっとですね、<laughs> 紹介していきたいなというふうに思っております。まあ、他にもいっぱい紹介しますけどね。うん、はい、えー、そんなわけで、えー、今日もイングリッシュヘッドラインニュースお送りしていきたいなというふうに思います。 あラララ、イングリッシュヘッドラインニュース。<laughs> そういう感じで、はい。あの、はい、行きたいと思っているんですけども、はい、まず最初に紹介したいなというふうに思っているのが、これ。東京五輪中止か延期が7割超という、これ、うん、共同通信がですね、なんか、あのー、 公益財団法人、新聞通信調査会、はい、っていうところがですね、あの、やっていてですね、うん、まあ、これを共同通信が報じて、いるいろ、ね。世論調査ですね。世論調査を。はい、新型コロナウイルス感染症が世界的に収束していない中での東京五輪パラリンピック開催の是非を海外5カ国で尋ねた世論調査。じゃこれ国内じゃないはい。つまり国内ではないと。で、中止、えー、そして延期との回答が、すべてのあ回答がね、 合計全ての国で70%を超えたタイ95.6%すげえなかなか強烈な数字ですね韓国94.7%高いねすごい中国82.1%中国ですらそうなんだねこれうんそうですね中国はだって北京オリンピックがあるからさそう東京オリンピックが中止になるとですね北京もあの ずるずるずるというふ、ね、うに、ん、巻き込まれるんですけども、それですら、12.1、うんね、まあそりゃそうだよな、またあの強烈な、もう中国のロックダウンは、うん日本の緊急事態宣言の日ではないので、そうでね、まあ、これをこうやってて、アメリカは74%、フランスは70%だ <laughs> これさ、面接か電話で調査してっ,って言っけど、はい、面接したのって感じじゃない 確かに。ね<え>アクリル板越しか。いやーっていうか、そんなこと <laughs> <laughs> いいのか、それって今、いいんですけど。いやなかなかね、はい、あのー、強烈だなというふうに思うんですけども、あのー、まあ、これ日本でですね、うん、えー、膨大なお金を、うん、まあ、それも海外で書かれております。うん、金かけすぎだろ、うというふうにこう言われているんですけども、うんね、あのー、まあ、これはですね、 国内的にもですね、大打撃を与える上に、うん、もうこれ、海外観客受け入れを正式に断念したので、はい、インバウンドも消滅しています。そうなんだよね、まあ。つまりもうこれ、開催における経済効果のほとんどが吹き飛んだ。そうなんです上に、海外からはやめてーって言われてる。多分やってもいかないでしょ、みたいな。いやー、これ、なかなか素晴らしい。あの、ここまで、 壊滅的ですね。あの、嫌がられるオリンピックってあるのか、<laughs> 歴史上、ね。いや、本当にそう思います。いや、すごいよね。はい。で、そんなわけでですね、まあ、あの、今日はいろいろ細かい話をしていくんですけども、うん、あの、平田さんがあの見つけたですね、はいえー、サーバーに土下座しろ。私が見つけたじゃないよ。まあ、あ私が暴言を吐いたんで。平田さんが暴言を吐いた、この記事ですね。<laughs> はい、な何ななのかというとですね、いや、もう、まあ、相変わらず事実心。 これ g 通信の記事なんですよ。はい。これね、g 通信なんですが、東京五輪、ね、アメリカが五輪を忘れていた東京五輪、海外反響。方法と。へぇ。ニューヨーク時事なんで。ウォールストリートジャーナルもニューヨークタイムズもそんなこと書いてなかったし、毎日のようにオリンピックの記事は上がってますけど、みたいな。そう、そういう前提がある上で、ニューヨーク時事。これ要するにニューヨーク時事っていうことですね。ニューヨークの時事通信の駐在員が、まあ、 書いた。うん、ほうほう、これ、これ俺見つけてさ、うん、どういうことなんだと。で、東京五輪を忘れていた。うん、今回の東京五輪パラリンピック海外観客受け入れ注射、アメリカメディアも相次ぎ報道。しかし、新型コロナウイルスで死者、感染者ともに世界最多の米国は依然五輪を楽しみますという雰囲気ではないようだ。はぁ、あ。まあ、なんでというふうに、この下の方を見るとですね、 アメリカでは日本メディアを引用する形で今回の方針が事前に一部報じられた。ただ、会計士の黒人男性24歳は、正直五輪を忘れていた。と、苦がわれ。f い、うん、r g e ット、オリンピック。はははは、みたいなのが、なんかそんな感じ。<laughs> 多分ね、<laughs> うん。と、苦がわれ。受け入れ中心には妥当だと思うけど、状況が改善して主催者側の方針が変わるといいね、と言った。うん、ドアマンの悪人男性30歳は、うん、今は一箇所に集まるのは安全じゃないと理解を示し、中止化延期をした方がいい。 決定は、えー、アメリカの土曜日早朝だったか、ニューヨークタイムズは新型コロナがもたらした現実に対する大きな情報と速報。AP 通信は決定直前、宮城県起き,て起きた地震にも触れ、日本で地震が多いことを思い出すは報じた。なんですが、うん、この記事、この記事、うんうん、何が サーバーにどけ出しようかな。でさ、米五輪を忘れていたってその何会計士の黒人男性24歳のちょっとした冗談を見出しに使うなよという。全米が泣いたレベルでしょこれこいつと思ってさ。ニューヨーク時事おばえこれ。そうそうそう、クリック数稼ぐんじゃねえよと思って。すごい腹立っ正直これはですね。ブログそうそう。何アフィリエイトみたいな感じでも本当に。いやー、これ。 YouTube のさ、うん、釣り動画並みのクオリティ。うんうん、だし、うん、あのー、ま、あこれ、これ、このニュースにはかっ れたタグなのかかわんないけどグのところにミャンマー政変って書いてあってさ、いやいや、何言ってんのみたいな、日韓関係とか書いてあって、なんだこいつと思ってさ、仕事しろよと思ってよくあるんですよ、YouTube の釣り動画で、何でもいいからタグをつけまくるああいうのがね、あるんですけど、だめでしょ、時事がそんなことやっちゃ時事通信、アメリカ五輪を忘れていた、東京五輪、海外反響って俺、読んでさ、俺がまずこれ読んだ時の感想。 なんか、アメリカの、例えばバイデン大統領とかが、うんうん、あ、そういえ東京五輪あったね、うん、とか発言したのかと。そうそう,そう、ね、あるいは、そこまで行かないにしても、あの、アメリカの政府高官あたりがですよ、うん、ね、あ、五輪あったんだね、っていうふうに、こう、忘れてた。<笑><笑>まあね、なんかこう、スポーツ関連の担当者がさ、そう。ああ、そういえばそうなんですよね、でも正直そこはもう今はあんまりスケジュールに入れてないんですとかね。うん 重大ニュースか。会計士、誰の関係もないじゃん、かわいそう。に思ったら、あの、単なる、その、アメリカの黒人の会計士の男性さんが、アイフォ g e t g ゴー i n e はははって言ってたのを取り上げる。もう一人がドアマンでしょなんかさ、そこらあのホテルにたまたま泊まってる記者が、花んく書かなきゃと思ってさ、そう、なんか、レストランかなんかで、あの、何、同席した、あの、たまたまいた会計士の人にさ、ゴリンとかどう思ってたあったね、そんな、みたいな。 ことより今日のクライアントの相手の方が大事なんだよ。みたいな感じなんじゃないの？これもう本当？ お前って感じこういうのを平瀬さんはですねよくサーバーに土下座しろと表現するんですけどその名言面白いんで説明してもらっていいですかねサーバーに土下座しろって言ってもさうちのまず視聴者層サーバーとかも分からない人もいると思うしええまあそうねこれは例えば新聞とかに例えるのであれば新聞を印刷するために切り倒した木に土下座しろくらいのとですね。 新聞を印刷するのは、原材料は木ですよね。知ってましたか紙は木からできてたんです。<laughs> びっくりなんと最近分かったことなんですけども、<laughs> あの、石油ね、あの、プラスチックの原料だったって、これ、あの、小泉純一、小泉慎二郎をリスペクトしております。んううん、そうですね。はいはい いやあの人本当にポエマーだなっていうふうにあの思うんですけども、政治家はやめてほしいなっていうふうに思います。すね、はい。はい、まあ、それでね、あの、このアメリカのこの、どういうことなのかっていうと、うん、木で作った、ね、<laughs> <紙>あの、紙。新聞,新聞、新聞。ね。で,で、そして、あの、新聞があるわけじゃないですか。うん、で、この新聞で、 え、くそ記事ばっかり書いてあったら、お前自然環境破壊してんじゃねえよと、君土下座しろてめえっていう。そうあのそういうことですよね。サーバーはサーバーで金かかるからね。サーバーはサーバーでさ、この YouTube をアップしてるやつも、この Google のサーバー、いろんな世界中のサーバーがあってですね、当然そこにはですね、電気が使われてるわけなんですよ。で電気は何で使われてるか、作られてるかっていうと、火力、水力、原子力、風力、いろんなもので作られてますよね。 つまり自然をまあ簡単に言うと破壊して使わせていただけるわけですよ。<laughs> ね。それなのにも関かかわらずこんな事実、<laughs> あの、ブログだったらね、クリックもされないからそこまでサーバーに負荷もかからないけど、うん、こんなくそ記事書いておいて、うん ね地球環境破壊しといてうもサーバーに毒臭しろって自然を犠牲にしてまで読む価値あったか今のみたいなそう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 いやもうこれねちょっと G2C 謝った方がいいよブログ書いてごめんなさいって G2C ニューヨーク記者のツイッターにでも書いておけよタグにミャンマー製品をつけるなよいやすごいよねこれこれ面白かったですねいや3月20日だから昨日か昨日の夜の21時55分だから海外観客受け入れ を中止っていう風になってからなんか書かなきゃと思ったでしょうん、うん <laughs> す。すぐ書かなきゃ。<laughs> また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 で、あのまあそこら辺の人に聞いたらまあ一応海外の反響になるでしょうって。いや。絶対このさあの会会計士の人にしても、うん、ドアマンの人に対し,、うん、関してもさまさか自分のねあの言葉が時事実通信に乗るなんて思わないだろうから <laughs> 絶対嫌だったろうね。いやもうだからね、うん、えー、よくね我々の中 <laughs> 我々の中でのスラングですよね。うんうん、あ,あのなんかフェイスブックとか、ね。 ね、ツイッターとかにですね、あの、クソみたいな。ことが書いてあるとですね、お前、マークザッカーバーグに土下座しろ。そう、そう、そう、これサーバー土下座案件。って話う、そ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 う、サーバー、あ、マークザッカーバーグはフェイスブックを創業者ですけども。いや、お前も、うフェイスブックのサーバーに土下座しろと、地球環境破壊してんじゃねえよ、この馬鹿野郎っていうね。いや、もう、本当に治安が悪い人。っていや、もう、でもね、くだらないコメントとかね、あの。 投稿っていうのは地球環境破壊してんだよ。ねえ、新聞、あの、なんかさ、紙とかちょこちょこって書いて落書きして、ポイポイって捨てたらさ、もうもったいないわよって言うでしょ。サーバーも一緒ですからね。別に無限大じゃないですよ。そうそうそう。まあそんなわけでですね、ちょっと、あの、腹の立った話では、ひどい記事。ちゃんとうね。いやもう本当ね、こんなもんっすわ。日本の。特に時事通信。給料安いから悲願ねでんだよ。 ああ、なるほど。G2C 給料安いじ毎日新聞の G2C 給料安いらしいわ。転職すりゃいいじゃん。<laughs> 能力がないのかな。でなきゃいいじゃん。うん、やめてね、あの、記事かやめて本書く人はね、結構優秀な人が多いんですけど。あ<ー>あ、もう、やだやだ。もうサーバー土下座案件の、あの、記事とか読んでる場合じゃないということで、<laughs> はい、はい。えー、ウォールストリートジャーナル。ということで、はい、えー、東京オリンピックバース スペクテーターズですね。スペクテーターズフローオバシーズですね。オバシーズスティーム COVID19 リスクという、この私のペラペラな英語のどっちペラペラ喋る方ペラペラ喋るじゃなペラペラの英語で。日本人、英語コンプレックスあります。あります。だから私、英語喋れなくても、読めなくても大丈夫っていうことをきちんと示しますということでね。 いやー、この記事なかなか、あのー、あウォールストリートル結構ね、やきちんと書いたりすることが多いんだけども、まあこれは結局ですね、東京五輪のコロナのリスクを見てね、うんえー、海外観客を受け入れ中止したということなんだけども、うんえー、主催し、まあチケットの返金の話をしてるんだよね、そうですね。<れ>あの、うん、今回4つぐらい記事を取り上げますが、うんうん、全部チケットの返金の話が入ってます。うん 結構これはまた日本とは違う,そう視点なんだよね、まあ。でも確かにね、外国で興味がある人ってやっぱり購入したけどどうなんのの人だろうね。 海外在住者向けには60万枚、国内在住者向けには400万枚って書いてるんだけど、日本の発表だとね、ねうん、これ、100万枚なんですよ、海外在住者向けに。これね、そうなんだ、それに関しても結構、記事によって違うんだよね、そういやー、まあ、それでね、あのワクチンの導入が始まったばっかりなんだけども、うん、大会の主催者っていうのは、ですね、うんえー、ウイルスの蔓延を抑制するために、ソーシャルディスタンスやって、うん、衛生対策を行うというふうに言っていると。うん、ね IOC はアスイーリートにもアクションを摂取してほしいと言ってるとあのただし IOC が買ったのは中国製であるとね本当,本当ねいやーなかなかあのでこれど、どういう記事なんですかねえ,ー、えっと、うん、まあ,あの、本当にこれ、昨日発表があって、うん、全部すぐに書かれたものばっかりだからうん、うん、あの基本はなんでしょう。その 一番の関心事ってみんなで、金はなわけなんまあ、そうだもね。そう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 。で、ウォール・ストリート・ジャーナルに関しては、主催者側は返金されたチケットがどうなるかについて言及していませんとか、明言していませんとかね。怖いね。で、チケット収入の減少は、日本の主催者にとって大きな痛手となります。日本の主催者はチケットの売り上げから8億ドル以上の予算を見込んでいました。はい。どうなるんだろうね。怖いね。そう返すって、まだ明言してないの。うん。どうすんの あのニューヨーク・タイムズとこの後と、フォーブスと、それから BBC だけ、CNBC だっけ、うん、っけなうん,うん、うん、を、えー、取り上げますが、うん、その中にもうチケットを買って、もう僕はオリンピックのビッグファンだから、チケットを8600ドル忘れた、うん、で買八千六百ドルいや、分かる、8600ドルとか8600ドルは忘れたけど、どっちにしろ大金で,で。手数料に1200ドルあったけど。うん てててきてなくてテレビで毎日オリンピックやんないとかやるとか言ってるけど早く返せってうってう <laughs> そそうだわ、これはね、あのさっきみたいなたまたま隣り合った会計士よりも全然生の声でしょ <laughs> 確かに確かにせめて事実上そういうの書ける、ね本当にそれだったら俺もねあの平田さんも一人二人しか聞いてないけど、うん、ねあのサーバー土下座しろ案件ではなくなったわけですよ。はい いやまあこれ、国内でチケットの返金受付があったじゃないですかでその分は多分対応するんだけども海外観客受け入れ中止になってからじゃあどうするのに関してはまだ明言されていないされてない免後っていうそそうう結構ねすごいんだこれあの武藤さんが武藤さんっていうのは事務総長で組織委員会の現場のナンバーワン。そうですね ででで組織上のナンバー2ですね、うんうん、はいで武藤さんの話が頂上出てるんだけど、うん、えっとこの記事ではなくってこのあと別で紹介するオリンピックにお金がどんだけかかってるっていう記事の中で、うん、武藤さんが、うん、えっとその中 お金は結構やっぱり延期になることで高くはなったけど、うん、高くなるかどうかは見方次第とか言ってるのね<は>で。なんとか思ってさ、さ金額は金額だろうとか思うんだけど、<laughs> 見方次第ですね、高くなってるかどうかはっていうわけだから。なんかよくわからんなそうそう。今回も名言下げてんなって感じですね。まあこれはあのオリンピックとかだったなえと、ー、ニューヨークタイムズはこれ、はい、か。それです、えー。よいしょ。いいよはい、じゃあちょっとニューヨークタイムズを、はい、あのー、 ニューヨーク・タイムズはね、今回はそんなに深掘りはしてないんですね。えとスペクテーターズ・フローム・オバシー・ア・バレード・フロム・東京オリンピック。<laughs> <laughs> そうです。<laughs> <laughs> はい。えっとですね、まあ,ここあ、まあ簡単に言うと、あのー、これも見出しは海外からの観客を禁止すると。 ああいうことですよね。で、あとワクチンが遅れてんだよ日本はって話が入ってありました。うん、オリンピックが始まるまでに国民が完全にワクチンを接種することはできないでしょう。いやできんだろうん。できないでしょう。うん、もう無理でしょう。無理です。で、えー、っとでこれもチケットの話が出てきます。うん、やっぱ金なんだね。金だね。うん、うん。あの東京の主催者は招致活動の際、七百八十万枚のチケットを用意すると言っていたと。通常オリンピックのチケットのうち海外からの感染者十から二十パー程度、うん、で、えー、日本のファンがまあその一部を占めるんだけど。うん れどもバンディクミック前は、うん、その国内チケット需要がね、うんえー、供給をはるかに、だってこれ、上回っていったって書いてあって、うん、まあこれを覚えてるかも選で、ね、そうそう、うん、やっぱ取引先さんとかでもさ、とりあえず応募はしたんだけど、やっぱり外れちゃったみたいな人、すごいたくさんいたからねうん、うん、っていうふうなことがあったんだけど、どうなんだろうねと、まあ、ちなみに私、コロナ関係なく、スポーツイベントに全く興味がない人なんですよね。あののなんせ引きこもりのオタク <laughs> 私の、あの、興味のあるですね、運動っていうのはですね、散歩、サイクリング。散歩は競技じゃないからな。サイクリング、登山。全部、これ、一人。一人でできる。そうですね。一人でできる。ジョギングは好きじゃないもんな。ジョギングは嫌だな。苦しくないやつがいいんだ。 なんでね、ま、登山はそれなりに大変だけどね。えだけ剣岳は行きません。死んじゃいます。そんなガチ登山じゃないです。雪とは何なのいや、それは、あれだよね、発酵がさ、あれで。剣岳じゃない。そうです。それ、あれ、そのリフ言ったの誰だった高倉健高倉健か。そう。あれ、すごい、あの、子供の頃見て超怖い。え、子供の頃見たのうちもなんか金曜ロードショーみたいなのやってて怖怖怖 それで登山好きになったね <laughs>。雪山登るのやめようって思った。<laughs> そうですね。いやーニ,ューーニューヨークタイムズはまあチケットの返金についても話をしていて、うん、まあここでねあの海外からのチケット購入者の話がこう出てるわけなんですよね。ねはい、ごめん、だからニューヨークタイムズは結構ちゃんと書いてたわ失礼しましああニューヨークタイムズあ、ただニューヨークタイムズは結構長いじゃん。長い。で、えー、チケット海外からのチケットの購入者はまあい払い戻しの手続きをしなければならないと。うんうん で、えー、ソルト、えソルトレイクシティで写真家をしている、ーえぇ、ー、エヴァレン・ブラウンさん60歳がですね、うん、あの、このニューヨーク・タイムズで語っているんですけども、うん。オリンピックに15回参加してるファンですよ。もう、スーパーファンって、うん。で、自分とおいのために東京大会のチケット、あ、8600ドルですね。すごい金額だ。八6 0 0ドルって90万円ぐらいでしょ。ね で、しかも、手数料は1200ドルかかってます。ってことはもう約100万じゃん。<laughs> それは怒るわ。ねえ、ああえっと、ビーチバレー、アーチェリー、フェンシング、ダイビング、男子バスケットボールの試合を見るのを楽しみしている上に、閉会式のチケットを持っていうわ、高い高。えー、米国のファンのためにチケット販売した、担当した、コ、うん、スポーツ社の条件によると、うん、ブラウン氏によると、1200ドルもの手数料がかかったにもかかわらず、顧客には返金されず、返金には時間がかかる。 これれ恨まれそう、うん、だってもう、おもうほら、えっとこの人言ってるもんね、うんえー、まあ禁止されてる以上はね、うん、まあ支払ったお金をすべて返金するのが当然だと。そうそうだ 1>, 1年待たされたから早く返金してほしい。うん、テレビを見ていて、彼らがお金を持っていることを知りながらいつ返してもらえるかわからないのはつい。そうだろうね。写真家も大変だもんな。いや あのー、可愛いさ余って憎さ100倍みたいな感じで。あ、あのー、こ、こんだけ期待してたから。こんだけ期待してた上にオリンピック15回ってすごいね。ねすごいよ。<ー>好きなんだよねー。いやー、これはですよ、なかなかあの、強烈な、あのー、話なんですけど。生の声でしょ生の声だよ、ねはい、だから時事通信もそういう記事書けよな、ね、本当にもう。 いほんで次が「フォーブス」です、まあ、えー、まあでも、ちょっと「フォーブス」の前に、うん、まあただこれ、海外の声でね、うん、そういう話じゃないですか。でもさ、うん、皆さん不思議だと思いませんかね、どういうことかというと。はい、ねえ、どういうことかというとですよ、ね日本人でも絶対思ってる人いるでしょ。いや、いるでしょ、誰も言わないね。ね 俺おかしいな。日本人は誰も言わないのかさすが、奥ゆかしい国民性でございますわね。絶対違うよ。<laughs> 絶対違う <laughs>。ねえ、24歳の海外のなんか、あの、会計士の兄ちゃんの声を拾うぐらいなら、日本国内の声を拾うぐらいな。<laughs> 日本、時事通信もさ、日本人でチケット返金、怒りの声とかさ、これ書けよ。ないよね。ないよね。ないない、全然ない。これ、混沌だよ。 マスコミがわかないんだよ。そうです。孫と拓です。ね。はい。孫と拓でございます。孫ちゃんタクちゃんです。ね。孫、拓、新聞でございます。みたいな感じなんだろうな。<laughs> ね、はい。で、えーつ、これが次、フォーブズ。フォーブズ、ね、そんなに内容が。フォーズそんなに内容が。あの、フォーブスって知らない人いると思うんですけど、うんえー、経済雑誌です。あの、日本で一番有名なのはですね、フォーブズが作る え、ビリオネア500超ジパン付けみたいな。あんな世界の金持ちランキングみたいなの出してるんですけど、結構真面目に書いてるんですよ。そうですね。うん。スペク s ータズ、フロム、アブロ d ド、トゥビー、バード、フォーム、タケアンピッだんだんやっぱ3回目ともなると、ペランペランが、ペラペラぐらいで、あの、なる下敷きぐらいの構造。なってきた、なってきた。なビヨンビヨンみたいな。 いやーこれはどんなこれもねチケットの話が書いてあったんですよ、海外で販売されたチケットは約60万枚だが、AP、I、通信によると100万枚に近い。うんうん、っていうのと、まあ、これはね本当に今の状況を上わ回わわって書き出してる感じなので、あ、うん、あの金まあ、えー、っとなんだっけ聖火リレーがなんだかんだ言って始まるって話とか、うん、菅さんが緊急事態宣言を解除した。 っていう話とかが書いてあります。中間あのー、これ撮ってるの二十一日なんですけど緊急事態宣言解除ですね。うん、ねえやだね。でイベントの上限一万人に増やすって。でええー、だけどこれは増えてるっていう意味がわからん。んーここいやーすごい。なんなんそれ。ね。三度目行きますよ。<laughs> 本当だよ。うん。だもう本当は。 あのオリンピックをもう、名実ともに早く中止にしたいのかって感じだよね。いや、なるほど、あコロナ軍の力を持って、もうそこはなんとかしたいと。しなくててもっいや、本当だよね、日本人にはやはり立場が大事なんですなというふうに思いますけども、もう仕方がないから、コロナさんのせいだからいう感じでね。はい。はで、CNBC、なんか画像が出ないな。画像、これね、多分アドブロッカー使ってるからだと思う。 はい出ました、出ましたはいこれもやっぱり同じように、海外五輪観客に国禁止で、これ、私、それなりに、あなるほどねっていう感じでした、この武藤さんの話、書いてあるんだよな、えと武藤さんいわく記者会見で、海外在住者が購入した約60万枚のオリンピックチケットと、約30万枚のパラリンピックチケットの払い戻しを行うと発表しましたが、返金にかかる費用については、けでした お金返すけど、お金は返す、あとは、これここのね記事だけだったんだけど、もちゃんとそこに突っ込んでたのは、あの大会縮小するとね、政府が期待していた観光のねインバウンドのまあ効果、期待できないと。 で日本はすごい書き方してるんだけど、うん、低迷する国内経済を支えるために、特にアジアからの外国人観光客への依存度を高めてきたって書いてあった。いや、まあその通りなんだけど、そうやって書かれると、辛いですね。うっ,って感じがしない。うん。<laughs> うん、そうですよね。やっぱあの、日本人、やっぱ本当のこと言われると腹が立つみたいな。<laughs> あの最近、ほら、えー、と中国がさ、<laughs> おおアメリカに対して、なんかお前、日本、うん、なんてお前、アメリカの属国だろみたいなことをこう言っちゃってですね、うんうん、加藤官房長官がピーって怒ってた。 だけど、うん、怒るってことは<や>つまり心当たりがあるんじゃないのいやまあそうっすね、うん、<laughs> 続国でしょうっていう、うん、ただまああれはあれでね結構ちょっと危険な反応なんですよ、うん、なんでかっていうと自民党を支持する右翼の人たちからすると<ー>だから あの、憲法改正であると。あ、そっか。自主独立であると。核武装だぐらいに、なっていく話なんで。あんま笑えない話なんですよ、我々で。そですね。まあ、そこに突っ込むとまたそう長くなるんで、今回は、あの、b CNBC にちょっと集中しますけど、低迷する国内経済でありです。え依存度を高めていたですからね。はい。まあ、実際のところそうだからね。そうなんです。どうすんのかなっていうのが、この記事だけは書いてます。で、まあ、 えっと国外に関してはなしなんだけど、うん、国内に関してはまだ決まってないから、うん、そ国内の客観客を入れるかどうかね国内の観客に関してはね、<で>はい、えっと上限50%。まあって言ってるけど、一応、来月また会見がある4月ねえっ月、現時点で決まってるのは上限50%で、で新国立競技場とかでっかいところはですね、2>, うんえー、2万人を限度っていうふうに言ってて。 で、なんかね、あの、もう、あのー、ううううずうずうず、うずしてるから、うん、埼玉県知事とかが、うん、いや、もう独自に無観客にしようかなとかって言ってんの。かなり、だからこれまた揉めますよ揉めますね、うん。結構な、あの、状況にあってですね。で、まあ、うん、オリンピックっていうのはですね、めちゃくちゃ実は金が、 あの、かかってるんですよっていう話をですね、ちょっとしていきたいなというふうに思います。チケットの話だけじゃないんだよね、今回。チケットなんて全体のね、あの、900億円。全体では三兆円かかってますからね。はい。ちなみにあの、この、今回出た損害分、全部税金で補填するっていう案が、はい、出ていて。いやはぁ、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 でしょ。ぁ、はぁ、 これね、インサイダーの先月の28だから、実は私、この記事を見つけたのはちょっと前なんですけど、これはオリンピック、マジで高い、やばいって言って、ツイッタートレるのに入ったんですね。で、これ、ムービーがあったんですけれども、これね、全部見ると長いから、そうこんなにかかかかるんだよっねこのあとちょっとしばらく見て、まあこれは中止を求める人々の声ね。 やめろーってやつね、んみんなやってほしくないというふうに思っていますと、うん、でこのあとでもともと、あ,の元々あそうそうそう、これ、会場費とかもかかるし、うん、あと,、えー、と、この選手たちが毎日、このかけるコストもあると、うんうん、おどうすんのみたいな話があって、でね、このあとね。うん そうエクスペンシブって書いてありるすね、<う>マジで高いって書いてあるす、ね。マジで高え、はい。これあの、東京わあって言っていただきます。で、この時には、これぐらい、七点三ビリオンぐらいかかるという予定だったんです。二千十三年、<ー>それが今じゃ二十六。すごい超新星爆発みたいだ。<laughs> はい。<laughs> っていう感じですね。で、えっと、全部で四十三も会場があります。うん 分かりやすいな、そう、かりやすのよ、これ、すごくね、分かりやすくて、まずこれはトラック競技等々の新国立競技場、そもそもここから始まりましたと、最初はザハダリトだっけザハさんが作るっていうふうに言ったんだけど、何、自転車乗る時のヘルメットとかとかいろいろ言われて、そもそもこれのとには2ビリオンドルだと言われてて、高すぎだよっつって、こんなけんごに。高すぎよっていうふうに任せたんだけど、この写真どうなのって思うんだけどさ。 熊剣道さんかわいそうですよ、ね。そうなんだよ。なんであんな家にいるみたいな格好になってる。でこれ、47都道府県の木材全部使って1.4、うん、ビリオンになりましたと。そんだけじゃもちろんありませんよと。うん、他にもあるよ。そう、他にも、うん、まあ、あの、これぐらい、あの、うん、他にもさ、会場なきゃいけないから。 これ、えっと、白井さよりさんって慶応大学の人。で、日本語で喋ってなくて英語で喋ってんだけど、結局、その円、円高円安え円安だ。うん、円安で建材の輸入コストがかかってると。うん、全部予算オーバーしてると。いう話をしたりしてるわけですね。うん、なるほどなぁ。これね、本当面白かったよ。<ー>これでいくら、これでいくら、これ、動画で音出すと、うん、チャリーンチャリンって音出すのいちいち。<laughs> <laughs> 可能ですね。いや、でもあの苦傷状態ですね。ちょっとお金かけすぎじゃないかなとかっていうふうにうるけで、は運用コストも、で武藤さんはまあ追加予算についてはあんま考えてないし、オリンピックにえっとオリンピック村って言うんですかね。まあ結局この神宮前の練村じゃない。練習村かな。あのあそっかそういうふうに言うのか。 えー、あ、そうそう、これ働き手がいないって話もしてるの。働き手がいないからコストがどんどん上がると。うん、まあ、そうりゃそうだよね。えー、どういうことかというとですね、働き手がいないからコストが上がるのではなくですね、うん、えー、オリンピックで、 この金を使いすぎて人を集めすぎてるから、うん、他もいっぱい集めなきゃ。特に福島の復興とかでいるんですよ。だからオリンピックが自分で金を増やしてる。そうですね。うん、あこれ武藤さんですね。ねえー、ムートーさんですね。あんま考えてません。うん、ノーパンしゃぶしゃぶで公設された人。これ, <laughs> これちなみにあの、こ、ね、れの前に、うん、えっと、マンションがわーっと映ってましたが、うんうん、あれはオリンピックが終わったらここのマンションを売りましょうっていうふうに言って、今誰も入ってませんっていうところですね。<laughs> もうちょっとさ、これ自分の国の話だからゾッとするんだけどさ、<laughs> これぐらいわかりやすいのをね作ってくれたらあのなんて言ったらいいのまあわかりやすいよね日本のマスコミもですねサーバー土下座しろ案件にはなりませんならない全然ないだ今まとりあえず練習試合とかで使ま使れてたりするところもあるけどという感じですねこれもうこのさ皮肉というかこの何なのこのポケモンみたいなのポケモンの方がいいよ。 これやめてくださいオリンピックやめてくださいはい No o l そうそうそう。中止だ中止アキラアキラリステキだこのあと IOC も IOC はでもやっぱやりたいんだと結局企業がやりたがっているオリンピックとは一体何なのかというとあの視聴者がすごい取れるスポーツイベントなんだとだからもう あの、開会式とかね、うんうん、そういう閉会式とかっていうの、すごい勝率も取れるから、もう、これに関しては、絶対やりたいってみんな思ってる、そういうとこなんだと。う,んうん、うん、でも、東京は、えー、ホスト国にも関わらず、オリンピックの放映権がありませんって書いてあります。チケットの販売の赤字分も開催国が持つ必要があるし、えー、この時には、うん、えー、まあ、それは大体8.5億ドルなんじゃないみたいなことが言われておりますね。うん、いやだな。いやー、もう本当にね、 すごいよ、このムービー。もう7分で、チャリンチャリンってさ、はは増えていくって感じになってくる。これね、8.5億ね、チケットの。いや、すごいなこれ。で、ワクチン。ワクチンも打たなきゃいけません。ワクチン打つのに、えっと、そうそうそう、900ミリオンドですね。2.8ミリオンドもう、これ、大変ですよ。これが、あの、慶応の。白井さん。白井さんね。 この人、うん、そう、この人が言ってた、の、うん、今言ってたのは、うん、えっと、 オリンピック中には300人のドクター、400人のナースが毎日いなきゃいけないと言われてますが、まあ正直言って無理でしょうって話。で、これなんで選手が映ってるかっていうと、選手が毎日、その練習のためにいくらかかってるって話が出てくるわけ。一人当たり、その、なんだっけな、そのちょっとした練習のための、その、何、乗馬っていうんだっけとかさ、あのいろんなもの、これね、これに5000ドル毎日か、まあ、毎日じゃないかな、かかったりとか、 ああまそのトレーニング、さまざまな施設にもこんだけかかってると、選手も金かけてるのにもかかわらず、中心になったら、まあ彼らのこういう出品もゼロですよねっていう話ですね。いやー、なかなか強烈な、あですねまこの動画、こういうのを作ってほしいよね。 そうですね。うん、いや、はい、皮肉聞いてんな、これ。効いてねー。あの、二億から3億ビリオンドールかかります。はい、っていう,うに。3億ビリオンじゃない ?3 ビリオンだね。三ビリオンね。三、はいうん、億ビリオンって一兆億円みたいな。<laughs> やばいね。<laughs> <laughs> えー、まあだから、それだけまあかかるということですよね。はい、そうです。金がかかります。いや、今日、これ もうくれゆく、くれなずむ東京の街ですね。くほら、これ。2021年時点で15.4ビリオンだというふうに言われていますが、実際、専門家は26ビリオンだと言っています。超新星爆発みたいな感じ。ほんとにもうバン、ばーん。で、お金がかかる金メダルみたいな。あの、<ま>あ金を使うぜ、税金バンバン使うぜ、ボンボンみたいな花火を上げているみたいな。<laughs> そう、そんな言い方してるんだけど、<laughs> <laughs> まあね。はい。はい、という感じでございます。ソースがすごいあるからね、だよね。 いや、これ。いいでしょうこれぐらいの。うん。やれよ、うん。うん、本当にね。うん、これもわ分かりやすかった。これ何回か見ちゃった。面白くて。ねえ <laughs>。まあ、動画貼っとくんで、引用元として。うん、インサイダーの記事。うん。うちもね、ねえ、あの、もっとお金があったらね、こういう、あの、わかりやすいね、あの、<laughs> 動画とか作ってね。てさらに、あの、面白い感じの番組にできるんだけど。 なあ、なあ、うーん、うーん、うーん。オリンピックにかかんないからね。ねオリンピックにはかからないからね。うーん、うーん。まあなんか今画面出てたらしいけど、特に気にしないで大丈夫。なるほど。気にしてくれたら嬉しいけど。気にしてくれたら嬉しいけど。やっぱ。なんか嬉しい気がする。うん、嬉しい気がすうん、なんか嬉しい気がする。やっぱ日本人の美徳、英語で言うと忖度がありますから。はい。うん。はい。いやー。 すごいね、今の動画。面白いでしょ <laughs> 平田さんの解説が面白かった。いやー、あれは面白いですよ。<ー>本当に。すごいわかりやすい。はい、そうなんです。<ー>すごいわかり、もうこれだけで一本取れるでしょだもう、で、これに対して、まあ、 えー、これ、BBC, BBC のニュース。うん、これちょっとね、去年のやつなんだけれども、うん、えっと、これでは武藤さんが高いかどうかの見方にはいろいろあるみたいなことを言ってるのがこれですね。高いと見えるかどうかはね、まあいろんな見方があるけどね。うんうんって高よ <laughs> <laughs> 高から高いんだっつーの。これ日本語訳されてる記ですね。ああのーこれねー、えー、山頂とかって私言ってましたけど、うん、これ、時間わかないと思うんですけど、うん、えー、 簡単に言うとですね、税金3兆円っていうのは国民1人当たり3万円。ええ、ええ、はい。成人でね。成人でえー、赤ちゃんとか子供とか入れても1人当たり2万五千円。あんまり変わんないな。はい。<laughs> まあ、要するにですね、えー、皆さんのお財布から2万五千円持ってかれるんですよ。うん、そうでしょ。嬉しいそれでも、いいでーね。っていう世論調査してほしいよね。うん。税金3兆円かかるってことはそういうことですよ。それともあなたはオリンピック。 行きたいでだからオリンピックと金って話、あんまり出ないでしょ、本間さんぐらいですよそそそうううニュースではね、オリンピック、前、本間さんがおそらくオリンピックができなくてかわいそうな選手一同みたいな、どうせお涙ちょうだいにして、ごまかすんだろうとか言ってたけど、あの実際そうだと思うし、その今回みたいに日本の夏のオリンピックはおそらく史上最高額っていうような記事って、なんで海外で出なきゃいけないんだって話じゃねだって海外の問題じゃある意味ないじゃん。 ないねっていう話なんですよ。いやーすごいね。うん、インサイダーさんありがとうっていう感じですね。ね これはまた別の記事で、これも日本のオリジナル記事なんだけれども、経済学者がなんでオリンピックこんなにやんなきゃいけないのみたいな話をしていて、これ、長いから全部紹介するのもあれなんだけど、一部すごい分かりやすい表現として、結局、スポーツっていうのは、ビジネスになるのは結構大変なビジネス大変なスポーツもあるから、例えばフェンシングとかね、フェンシングって、じゃあみんながうわーって言って見るわけでもないじゃん。 でも、オリンピックをきっかけにとか、うん、また、オリンピックで注目されて、うん、えっと、例えば、まあ、スポーツとしてちゃんとお金が転がり込んできて、うんえー、ビジネスが成立するっていうふうになることもあるから、うん、そういう意味では、スポーツ関係者は、本当はやってほしいなと思ってる人もいると。うん、でこれは別にさ、お金が転がるのは悪いことではなくって、例えば、フェンシングという文化のこう発展のために、 あのお金があった方がもちろんいいっていう側面はあるって、うん、話をまあちょっとしてたので面白かったなってなるほどねはい、うん、よく喋ったな今日、うん、いや <laughs> いいことですよ、うん、はい<で>まこれこれは、うん、え三、ー、月の九日のニュースで IOC のばッコ知ってました皆さんね IOC のバッカ会長 があの再善ですって会長にね他に誰が立候補していたのかないませんって話です。はい。適ですかよ。そうだよ。すごいのはさ、え二期目は東京五輪が閉幕する8月8日の翌日から4年間だから、この人2025年までずっといいんだよ。はいでねあの紛争って。 いやもう、あのー、誰もいなかったのはですね、いやもうオリンピック中止なんて自分で発表したくねえよってい。いや、だやりたくなかったんでしょそうだと思うよ。うん、ね。それはやりたくないやろ。だからこれもうバッハさんが、俺の手にオリンピックって感じじゃなくて、うんはあ、俺しかおらんのかって感じだったと思うよ。<笑><笑>いやもう、金がかかる。うん。金がかかるんです。ね、国民一人当たり2万5千円のチケットを強制的に買わされてるようなもんですよ。 で、それが超新星爆発してるわけです。あの動画みたいに。そうそうそう。で、まあさっきも言った通り、海外観客の受け入れを拒否したわけですから、チケットの返金にもお金がかかる。アメリカの人たちも怒っている。ドアマンも。ドアマンどうでもいいって話してドアマンはどうでもいい。黒人会計者、ははは、忘れてたよ、みたいな。そうそうそう。いや、なんかこう、こうやって、その日本語の記事と海外のやつ比べると、 ビジュアル的にもソース的にも負け取る。なんで<上>なんで自国のイベントなのに、<laughs> あの、ね、こんなになそうだよおかしい差が出るのかという話ですよ。普通は海外の記者が日本語の記事を一生懸命読んで翻訳する。うん、なんだけど向こうが普通に取材してるやつの方がいいじゃん。そうそう ソルトレークシティの写真家は名前出てたでしょ海外の場合は、その、誰かを例に出して、その人の意見を聞いて、まあ、その記事の方向性を決めるような、匿名匿名じゃないや、その、まあ、第三者、市政の声を出す場合には名前出すんですよ。だワクチンを、まあ、例えば、打った看護師の誰々さんとか、そういうふうに名前出したりすんだけど、まあ、今回、時事通信おそますでしたね。誰なのあれは。本当に会計士なの嘘なんじゃないのとかね。 まあ、本当は結構さ、重要な人間だったのに、うん、ああ、私は会計したっつって、もう0ブンかもしれないじゃんねえ <laughs> <に>知らねえぞ、本当。まあ、0ゼロジェーブス・ボッドみたいだ。そう、まあ、だった場合、うん、でも名前は本当は言わない。<laughs> ま、そうだね。<laughs> はい、いやー、もう、海外観客受け入れ中止で、日本の経済は大打撃ということなんですけども、あのー、ま、あただね、コロナが、うん、あのー、 ある状態で入れる方がね、大打撃になったと思うから、まあ受け入れ中止の方がいいとは思うけど。命より重いもんないからね。というか、オリンピックなくて、今さ、三万円さ、絶対一か月以内に使い切れっていう三万円ね。あの三万円、あの福材基地が届くんだけど、え一か月後にはポーンって。007みたいな。この3万円は消滅する。そう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 。っていう。 の配った方がさああ、早く使わなきゃっていう,ふうに。だ結局あのなんかそういう例あの、うん、そういう案ちょっと出たよねその給付金の時にさ、うん、あの使用期限が決まっている商品券配ればいいじゃんってそういう感じでしょ。ね。そしたらさ、えー、貯金にマッチマンだどうせ貯金にマッチマだよじゃ国民が還元にか限りいいだよっていうあの阿方太郎さんあ間違えた阿方太郎さん <laughs> うん、うん、がねいるじゃないですかね。 じゃあ、そうやってよ。なんか、100万円とかでさ、どうあのー、g o t えっと、テレワークみたいな感じで、ねうん、100万円、ね、商品券。で、パソコン、機器、使い放題。うん、ただし、3ヶ月以内に消えますみたいな。ねそう。そういうのやってほしいよね。ね<え>。うん。ういくらさもやんでんじゃんって感じなんだけど。<え> <laughs> 本当に。でもなんか、政府は、あの、もはや打つ手はない。ということで、えー、やってるらしいですよ。細かいなと。本当に。ね いや、ほんとなんか腹立つよなぁ。このオリンピックの話。うん、読めば読むほど、うん。結構探れば探るほどね。で、多分ね、g 通信の人もね、頑張ったんですよ。あの、何を頑張ったかっていうとですね、自分のね、うん、あの、本当のこと書けないと。お立場がございますから、うん、ね。 もう本当に日本っていうのはですね、<laughs> うん、あの、こういう立場によって忖度されてですね。ええー、もう無茶苦茶になっていると。うん、まあそういうわけでね、うん、あの、安富さんのね、生きるための日本史っていうね、あなたを苦しめる立場主義の正体っていうのをですね、うん、まあ現在一月末は特別バージョンで販売中ですので、ぜひ買ってほしいなというふうに思いまーす。はい、いやーまあ、こういう金額で売ってるんですが、どうでしたか一緒今,今回の、あの、記事、平田さん見てて。うん、いろいろ。うん、おまーあのー、 ニュースをこうやって編纂して配信する側からすると、うん、まあネタだらけで楽しいなって感じなんだけど <laughs> それはなんで楽しいかっていうとやっぱりあんまり直視するともうしんどいなって感じだからなんですけどね, <laughs> そうだねやっぱ金の話は、うん、もっとちゃんと知りたいよ、ねうん、日本のマスコミしっかりしろと,と、はい、立場にがんじがらめになってんじゃねえよと、うん、いうわけで皆さん本日もありがとうございましたということで、えー、欲しい人はですね3月25日まではですねこの生きるための日本史は あのー、特別価格で販売中ですので、えー、ぜひよろしくお願いします。それではチャンネル登録といいねよろしくお願いします。英語ペランペランの清水でした。<laughs>